ですね、第3レベルでとうとう乙女座のシーンは皆様とお別れの時が近づいてまいりました。12シーンの山のね、最後の第3レベルのところなんですけれども、これはもう個人的精神的っていうふうになってるんですが、でその最初の度数ですね、26度訓頭って上がっておりますが、これはどういう説明になりますか。はい、26度訓頭、整備された環境下での学習と進化と見出しをつけました。シンボルがコールを持った少年が祭壇近くの司祭に仕えているというものですね。まあ、キーノートがそれでまたこうね、非常にエソテリックな奥義なものになっちゃってるんですけども、惑星進化の大きな儀式への実際の作家の最初の段階というものですね。またなんとも怪獣な感じがして分かりにくいんですけども、まあ、ざっと説明していきますと、25度はさっきの、一つ区切りがつきましたね、半旗をこう掲げたところでっていうのはどういうものなのか、一つ、まあ、社会的な節を獲得する、まあ、そういう意味での死の象徴として半旗があってというものでしたね。で一つそこで25度っていう区切りがついたわけですよね。でまた26度でじゃあちょっとかなりガラッと大きなフェーズへ移行するという格好なんですけれども、じゃあそんな風に、社会的節を得て公的な認識がその業績に対して与えられた、そうやって認められたわけですよね。それを続けてじゃあもうやっぱりそのまんま、リニアな成長っていうのはあまりないので、かなり断絶したような形で次の展開へ行くというような格好ですよね。でその場合にじゃあ自分がそうやって一つの社会的不死だけれども、意味合いとしてそうなんだけれども、格好としては一つ区切り死という形でね、つけられたっていうところなので、新たな展開なんだけれども、そこで一つやっぱり知性化が乙女のテーマですから、学習っていうことが大きなテーマに問題になってくるわけですね。もちろん、この第12のシーン全てが教育というテーマの、そういうキーワードが与えられているわけですから、これからいよいよこの最後の5度分クライマックスについて教育っていうのはさらに強くフォーカスされていくと、そういう感じになっていくわけですね。で、香炉を持った少年、それが司祭に仕えているというのはどういうことか。訓頭っていうふうに私見出しつけましたけれども、訓頭かけてもそうですね、お香を焚いて、でその香の香りをこう染みつかせて、で、陶は陶器の陶ですよね、土を練って焼いてという、そういうふうにした、そういうふうにしていくことで一つ心を作り上げていくという、人格を、形成させていくという、そういったプロセスですよね。それがそのまんまこのシンボルから現れ、シンボルが示しているものとして読めるんだなというところですよね。でその、祭壇近くの司祭、非常にだから教会なりなんなりという、リチュアルなスペースがあるんですよね。儀式的な空間の中でこう、それがどういうことかっていうと、そこに書きましたが、整備された環境と、学習についてのこの環境が非常に整っているんだよと、教えを、与えてくれる人がいて、それをこうと、その教えを展開する場所があって、でそこにこう、学びたいという少年がそうやって行くという、でそういう光景が、このシンボルで描かれているんだと、そんなふうに、思っていただければ。そういうふうに整った状況下、そういう環境下で、非常にこう厳粛な気持ちで学習に向かっていくという、そういったフェーズだというふうに、ご理解いただければというところですね。これルディア進化と決定版かな、神秘バージョンと決定バージョンだと、なんか回廊を歩くみたいに書かれてなかったでしたっけ。ないですね。神秘の方が、香炉を持って祭壇のそばにいる神父に仕える少年は毎年神父にそのままです、同じですね、ちょっとした役の違いぐらいで、原点はルディア版ですからね、
でもう決定版とか原稿サイトではシンプルに航路を持つ少年、うん、それだけになってますね。わかりました、すみません。でここ惑星進化ってさっきもキーノートに出てるんですけれども、前双子座で惑星進化のって 出なかったでしたっけ、大きな古い、惑星進化というか、あの種の知識というやつですよね。それに触れるってことで、こっちのキーノートの惑星進化というのはどういうようなイメージなんですか。ちょっとやっぱりエソテリックすぎてね、ちょっと困っちゃうんですけども、何とも説明がしづらいんですが、ちょろっとそのテキストに書きましたけれども、神の存在によって実践することを学ぶと、やっぱり別にあのキリスト教的なね哲学的な命題っていうわけではなくて、やっぱりそのカルト的なエソテリックな意味合いとしてルビアが掲げてるんですけども、そういった大きな意志というかな、それをこう惑星の意志という形にこう固くしているという、そういう意味での神という、感じですよね。西洋的な哲学の文脈での神というのではなくてという、そういう、非常に地球の意志とかそのアース的な意識ってガイア的なものというか、そういった方向性を一つ提示していて、でそこへ向かってのこう生命の進化の、ありようがこう成長としてあるんだよっていう、そういう意味合いですよね。じゃあ学問っていうのとはちょっと違いますよね。ちょっとここで示されてるそのルディアの言ってるところに、忠実に乗っ取っていけばそういうふうにはなるんですけれども、そういった卑怯的な話だけじゃなくてもね、引きな例として、学問に向かうとか、そういった意味でも知性化のあり方としていうことで、そんな風な感じで捉えてもらってもと思いますね。ここまでで私は理解したんですけど、他の方も質問ないですか。ルールさんとか大丈夫。はい、したらここにそういう特徴現れてる人を出していきますか。ここ太陽の度数ではないんですけど、さっきねおっしゃってた、どう言えばいいのかな、その神の存在において実践することを学ぶとかね、教育的環境が整った中でっていうことを聞いたの時に浮かんだ人がいまして、中澤真一さんっていう、なんだっけ、彼は何学者っていうのいいの、宗教学者、オウム真理教の事件があってからちょっと一時的一線退いたんですけど、その前までは著作がとにかく多いですよね。多いしオウム真理教の教義の元になったところもあったりして、ちょっと批判を受けたりしてますけど、今明治大学はなんかの教授やってるんだっけ、今日終わっちゃったのかな、ちょっと分かんないんですけど、一回東大にだから入れるか入れないかでもすごく揉められた時があったじゃないですか。 あったっけ、ね、それ招聘したら確かに示すんですよね、それでそれがあんまり良くなかったか、そうなんだ。西部じゃないや、ごめんなさい、蓮見だっけ、蓮見学長が呼んだ時に、それで、周りがよく言わなかったっていうことで、隕石っていう格好になったんだ。そうなんだ、じゃあ一度東大で教えたことはあるんだね。この人は何か著作物って読んだことある、ルルさんとかどうですか。違うね、少し、どのあたり、モーツァルト、タイさんはアースダイバー、アースダイバーか、最近のですよね。それぞれどんな感想あります、水さんは。このモーツァルトは結構なんかハードな感じでね、当初まだ全然高校生とかだったので、その少年の中で犬が七色の虹色になって溶けたとか、そういうあたりでちょっと挫折して、これはとんでもボンかもみたいな、そういうぐらいの、なるほどね。タイさんどうですかね。僕なんかアースダイバーしか読んだことないんですけど、友達信じたいのことに対しても全く興味がなくてですね、なぜか周りでアースダイバー大ヒットブームみたいなのがあって、
そういうのと、なんか中川新人というよりも、彼がその着目したその土地感と歴史みたいなことで、東京という街をちょっと見たかったんですね。だから中川新人の書というよりは、そこになんか描かれたテーマみたいな。テーマに惹かれてたんですよね。でもすごく面白かったです。あれでしょう、岬みたいな場所とか、そのあたりがやっぱ繁華街になったりとかね。貝塚でなんかその作られた貝の塚のところが、そのいわゆるこう限界地点というか、そこまで海があってみたいなこととかが、東京の街中には何枚で残っていたりとか、実際にその塚として残っていたりとかっていうことを確か伝えてたと思うんですけど、おやさんは体で感じ取る方だから分かると思うんですけど、うん、あのほら荻窪とか周辺ね、お住まいになった時分かったと思うけど、あそこね、あの流脈っていうか地震起きた背骨みたいなところに通った道があるんですけど、そこがもう超金持ちたちの家が集まってるさワコールの会長の家とかさ、あの近衛さんのお家とか、私はね前引きこもってた時、この裏側のね坂の下なんですよ、流骨が終わる坂の下でどん詰まりでね水上めちゃくちゃな場所なんですよね。もう明らかにガラッとなんか落ちてるとかね、もうなんかタイムボカンに乗ったみたいにここだけ色が違うみたいな感じなんですよね。そういうのをね中澤さんはすごくうまく伝えてるなと思うんですよね。ただもう中澤氏は出てないですよね。そうですね、ゆるさん読んだこっちの本の方がそれっぽいんですよ。でさっきとんでも本の想念がって、あの犬が虹色見えてって書いてあったけど、彼はチベットに行って修行してるから、そういうのをなんとかな、本当に体で感じてやってたと思うんだけど、それに関してね、あの占いやってる人が松村講座に行った時にですね、あの彼はここが太陽の度数じゃないんだけど非常にこれっぽいよねって話になって、でなんでだろうって言った時に、火星がめちゃくちゃ効いてるねって話になったんですよ。だからちょっとチャート見てみていいですか。だから普通だったら太陽だったらこういう生き方で出るっていうふうに今見てるんだけど、違う惑星が来ても効き方によってはめちゃくちゃ強いねっていうところをちょっと見ときたいんですね、これは星読みのルルさんにお願いしたいと思うんですけど、どんな感じですかね。見たことあるご存知のチャート、ないんだ、どうでしょう。よいしょ。だから太陽はさ双子座なんだよね。これ前ツイッターでさ、タリアさんもね言ってたと思うんだけど、私が中澤新一ってここだったよねって、いやいやそれは火星ですよって言うぐらいに、松村さんの、文科生たちは中澤新一のチャートっていうのは思い入れ深いものがあるわけです。ここなんだよね、この火星が非常に効いてるんだよねっていうの。まず水星とほらここでトライン取ってるでしょ。そんなに多くきつめかな、どれぐらいだろう。水星何番って書いてあるんです、19だよね。でこっちどこ何度だっけ。まあそんなキツキツじゃないね。今話題の20、7、6だ、ごめんね。あとなんか多くきつめとってるとこある。なんかこれがすごく、まあ時間これ正しいんだっけ、違うよね。時間は正しい、時間は違います。違うよね。12時で出しました。どうです、ルルさん見てみて。私で読み切れるのかっていう感じですけど、木星と土星と太陽でっていう組み合わせで映ってるよね。あ、結構複雑な、あんまり一つのやつが強調されてるって感じじゃないんですね。だから多分この人年代域っていうか、あの年によってさ活動内容が全然違ってるよねって思うんですよね。火星期のやっぱり、これいつだっけ、35から45のあたりに何をしてたかってことなんだよね。チベット行ってたのもっと前でしょ、20代の話だもんね。そうするとこの時だよね。で、あのチベットに行った時はそれは作品にならなくて、戻ってきたからの35から45の間にその辺りのこう近世紀に体験したことを全部著作化してんじゃないのって話にはなってたんですよ。それぐらいの話なんだけどね。でも太陽だけじゃなくて、あのイメージとしてすごくなんか焼き付いてたんですけどね、そういう風に出る場合もあるのかなと思って、鈴木さん的にはどう思います？だって太陽全然双子だしさ。
いや、その火星がどんな風に効いてるって話なんですか、うん、火星気だって意味合いだけですか、まあ、火星気だって意味合いだと、まあ、異質でハウス使えないけど水星とアスペクトしてるねみたいなとこでお茶を濁しておったんですが、どうでしょうか、うん、どうでしょうね、まあ、そのうん、水星と火星のアスペクトっていうのだけ取って見てみたら非常に学級的にはあのアクティブなアスペクトになりますよね。サイン見てみても、あ、表現に重厚さが加わってくるしという、うん、あ、この T のとこね、あの方針のね、方針のか、はい、方針の水星っていうところと、うん、さらにそのじゃあ、なんていうかな、乙女の火星だったらそのやっぱりフィールドワーク的な、ね、アクティビティっていうのが非常に強く出てくるんじゃないのかなっていうふうに思いますよね、うん、そうだよね、作家ってどうなんでしょうね、その水星だけ見るわけじゃなくて火星は作家の 何を表してると思います、うん、アスペクト取ってなくても一般的にじゃあ火星っていうのは何だと思ったら、作家にとってでも、まあ、一般の人にとってでもいいんだけれども、やっぱり精神の関わり方っていうもの、精神の関わり方、他者へどう関わるか、環境へどう関わるかっていうところのあり方ですよね、まあ、活動性っていうことでいいんだけれども、単にねその対人とかそういう問題よりももっとメンタリティっていうところでね、衝動も超えてさらにだから、精神の在り方っていうのを見てみてもいいと思うんですよ、でそれがまあ、トライのアスペクトを取ってるっていうことでね、非常にこう分析的な活動力を、非常に重厚な筆致で書き上げていくというような、作家性っていうところで非常にまあ、なんていうのかな、とても、調和的な、そうなのかなっていう、そうだね、だから大ちゃんクリエイターでもありますありますけど、クリエイターなんだけどさやっぱり火星大事になってくるわけですか、金星の表現欲求よりも精神のあり方っていうのは どっちですかね、まあ、いろんな部分使うと思うんだけど、でこれどういうことですか、自分のね、はい、星座の中のこういろんな星たちってあるんだけど、はい、自分がその作り手の側としてね、作家活動というか、はい、創作活動してるとき、どの部分を強調して使ってるような気がしますか、どの部分を使ってるんでしょうね、ね、でその星の見方がわからないんで、あれなんですけど、無茶振りでしたね、すみません、そうだね、中澤さんの場合はここのさっき言ってたね、火星ってものを使って対立してるんじゃないかって、はい、ね、それは精神の関わり方だよねみたいな話になってたんですけど、一概には言えないってことだよね、人によって違うのかね、やっぱりバラバラ、もし僕がその同じようにそこを使ってるんであれば、その可能性は見てくるってことですよね、そうだよね、当社もさ乙女座に火星あったでしょ、ありましただよね、多分すごい近いところにあったから、太陽と火星が近い場合は自分の生きるべきっていうか、まあ、目的意識みたいなものと精神の関わり方が似てるっちゃ似てますよね、いいですよ、思いに近ければさ、これ自分たちも持ってるじゃないですか、お星に近いところで、まあちょっと無茶振りすぎたかなここら辺で強されてしまってるから途中で折れちゃったんだけど、なんか太陽以外でもそういう風に出る人はいますよって言い切れるかな、このチャートだけで、イメージで思い込みすぎちゃってますかね、それじゃ乙女座に入ってることが意味があるってことですか、と思ったんですよね、乙女座が持っている直線みたいなものにその星が引かれて、彼のそういう部分をよりこう広げてるとかっていう話、ね、そうだね、強調されてるんじゃないのってみたいな話に、ね、なってたんですけど、でもこれ強調って言ったら、今これ見てみたら太陽と木星とさ、ルルさん言ってた土星のキースクエアって方がでかく見えるよね、イメージとしては、なんか水星と火星はあくまでも道具というか粒でしかないのかなって気もしてくるし、そうするとそのキースクエアどんな感じに読みます、なんかね、テーマがやっぱりどうやるかな十何球でしょ全部が、だからやっぱり揺れるのかなと思ったりもするし、一貫性みたいなものあるのですかね、これ見てるとって思っちゃうね、
取り上げたこと自体失敗した。そうでもない。だよね。私一冊読むとさ、全部が面白いってわけじゃなくて、ここの一文だけを、ね、言ってほしかったというところにぶち当たることあるんですよ、中澤慎一って。そこの一文だけ読みたいがために、あの他のとこ読んでるとこもあるし、それとアースダイバー大さんを好きって、ね、おっしゃってたけど、こうすれば人に受けるな、このテーマはっていうのね、すごいよく分かってると思うんですよ、この柔軟系の T スクエアがね。今の時代だったらこういう書き方してみたいなのはあるんですね。で、その中でじゃあこの一文が面白いって私が聞かれちゃうのって、実はここのカセット彗星のものなのかなと思ったりするんですね。こう見せかけの器のものとかではなくて、だから見せかけの器っていうのは T スクエアの部分ですか？うん、T スクエアの部分です。だから社会的にこういうテーマ求められてるから、チベットの秘境伝えこの部分を伝えればいいんだろうってね、とことか、あとこの人のおじさんとかもなんだっけ、アミノさんだっけ、アミノ彦さんだっけか、なんか民族学者、おじなんですか？民族学者がなんかだから、アミノさんおじなんですかって。うん、そうだよ、おじさんだと思うよ、山梨。だからそういうところの、どういうかな、学級的な感じで自分の立場っていうのをすごい分かってて、そこでね、本のほとんどが作られてるんだけど、たまにね、なんかふってこう飛び越えるような文章が出るんですよ、松村さんに近いところにね。それがこのカセット彗星の衝動なのかなってちょっと思ったりするんです。でそこに功労を持つ少年って出てきたら、さっき惑星意識の進化って書いてあったけど、そういうとこ惹かれちゃうのかなってちょろっと思ったんですけどね。やむにやまれの衝動としてそこに出ちゃうみたいな。さっきあの、タイさんにちょっと無茶振り気味で振って、じゃあその創作っていうところが、じゃあ金星なの火星なのなんていうふうに、あの尋ねられてましたが、じゃあ彼の場合、彼って中澤さんね、これチャート見てみたら、じゃあ、水星を牛、じゃあっていうかディスポジトを追ってったら、あの火星が乙女になってるでしょ、で金星が、あのお羊でしょ、そこ回ってんだよ、これ。ああ、そっか、ここでぐる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 。だからやっぱりその、この3つの天体が非常にこう創作において、あ、それそれそれね、それとそれとそれとそれっていうのは、やっぱその3つが非常に主要な力を持つだろうなっていうのはありますよね。だからその辺に北原さんがこう惹かれてるっていう部分があるんだと思いますよ、っていうところって言うんですか、自己満足のあるちゃんと読みでしたけど大丈夫かな。だからね、結構この月とか金星とかでも売れ線のものを狙ったりとか、こうすれば受けるねって分かっててやってるんだろうけど、なんかこっちのね面白さの方に惹かれるんですけど、もうそういう書き方あんまりしてないねって感じはするんですけど、ね、そのティスク、あのね、太陽、土星、木星ってティスクエアが、まあ、さっきその何、北原もちょっとおっしゃったような、その何、器というか、パッケージ、パッケージみたいなものがあるとしたら、その中にじゃあ具体化していくのは、その今言った3つのね、あの水星、火星、金星っていうのは大きく働いてるんだろうけども、金星一方でだからその月、海王星とオポジションじゃないですか、この人だからやっぱり自分のそういう内面を掘り下げるとか、この精神世界に入っていくっていう部分が、その辺の軸に非常に現れてるのかなって気がして、それをいかに言語化していくのかっていうところで、じゃあそういう T スクエアが示すパッケージが必要であったり、あるいはそれを具体化するときにその水星、金星、火星が働いていたりとか、そんなように思いますけどね。いかがですか、全部からなんか循環してる感じではありますよね。じゃああれだね、太陽以外のものがそこに入った場合でも、あの小説じゃないや、作品の色合いとしては強調されて出る場合もあるよねって考えればいいよね。ですね、それを言いたかったらここではよろしゅうございます。私すみません、補足ですが、さっきのその何、長野さんの大学運動の話、はずみさんじゃなくてやっぱり西部さんでした、西部さんだったら、ね、西部さんも去ったでしょ、すぐに、違う、じゃあ次に行っちゃって大丈夫かな、あ、そっか、この人一人取り上げてっても太陽じゃないから、他にもちょっとあの取り上げないとね、どなたか見たい人います、この辺で、それっぽい人、来ないね、26度でね、そんな学級肌な人いるから、学級肌ってわけでもない、星野さんとか、ん、誰誰、
ノーベル賞。小芝さんか、はいはい。この人は何で取ったんだっけ？あのあれか。ノーベル化学賞で。ニュートロンじゃなくて宇宙から降ってくるあれ。ニュートリノ。ニュートリノ。これずいぶん前ですよね。2000何年だったかなと。それずいぶん前なのか。もう2000年代はずいぶん前なの。自分的にはね、あのここのところ6、7いろいろあったものですから。いや、その割にはなんかね、この間のことをすごく遅いように言ったりとか。私多分時間感覚がね、ムラがあるんだと思うんですけど。小芝さんはどうでしょうか。この人は杉並に住んでるよね。あ、そうそうそうね、言ってたね。まああれかな、本人知らないけどさ、どんなんだろうね。ニュートリノの分野っていうのがちょっとこれっぽいですよね。この女性っぽいとか、まあ、惑星進化につなげるつもりはないけど、うん、なるほど。まあ、厳粛な気持ちで学習に行って、すごいさ、そのトリノ見つけるまでに時間かかったらしいじゃない、うん、何十年って話言ってたから。しかもなんか どっかの炭鉱の後にそれ捕まえるためのね、あの施設かなんかえらい時間かけて建ててるから、うん、そういう意味では厳粛な気持ちでやらなくてどうする。紙を噛んでですね。紙を噛んでですね。今あそこでオーケストラコンサートしたりもするらしいね、うん、他にはいますでしょうか。どうでしょう、うん、Y さんとかどうですか。うーん、濃い人って言われると、うん、ぽくなくても横の人見てみたいなって人、うん、みんな地味ってもないから。一条ゆかりって漫画家の、うん、かな、うん、坊光郎も漫画家ですよね。ああ、漫画家だね。この人たちの作風っていうのはどう見ればいいかな。まあ大御所だよね、ある種。坊光郎は何だっけ、モテキかなんかで出たんだっけ、うん。あのルルさんはさ、一条ゆかりなんていうの知ってんの？そうですよ。あ、知ってんの。あれだっけ、最近のだと出てるよね、まだね。最近は読んだことないですけど、昔のデザイナーとか、うん、それさ、一番初期の頃でなんで知ってんの。もう40年以上前なんじゃない、デザイナーって。借りて、なんかでも結構その、一条ゆかりのその初期の方とか、久保光郎の特急はまあ原作者が他に確かいましたけど、うんうんうん、なんかちょっと雰囲気似てますよね。似てる。あとは久保光郎のモテ期が結構なんか、うんうん、次のドスっぽいかなという。次のドスはあの貴族の集団のとか、うん、そうですね。あ、その要は恋愛的な駆け引きの中で、うん、そのこういう発言をしたら、うん、ここの2人の関係はどうなるみたいな、うん、微細なところだと思うので、うん、特急は全く違って、うん、あのもうものすごく熱心に、うん、特急はあれは、うん、正式名称は何でしょう、会場不安的な、うん、そういうのも出してんだ。ものすごくこう、熱心にまずは鍛えて、うん、そういう人を助けるような、うんうん、特急って特急列車の特急って書くの、カタカナで特急と書いてるっていうのが、作風がそこで全然違うんですけど、うん、なんか特急はまだ26度っぽいんですね。すごく一生懸命訓練して人を助ける仕事をするっていう、うん、で27度で一気にこうなんかモテ、うん、っぽいような人と人とのこうなんか、モノローグっぽいような漫画ですよね。そうですね。ね、それとさ、一条ゆかりとどこが、あ、でそう、一条ゆかりの私が読んだデザイナーとかはすごくもう個人の資質を鍛えて鍛えてみたいな。そうだね。で最初はまだ何でもなかった女の子がデザイナーとして全てを教え込まれて、うん、デザイナーとして一流のものとしてデビューするっていう話だったので、うん、やっぱりそういうひたむきさみたいなものはちょっと感じる、うん、あるよね。初期の頃が多いよね。牛角クラブになっちゃったらもうなんかね、迎合してるよね。27度いったなみたいな感じで、とこあるかもしれないですね。ストイックって意味では両方そうだろう。他にはじゃあいますか。 Y さんはどうでしょうか。どうでしょう、西川貴教もここにいるんだけど、どこにストイックさがあるのみたいな。でも、なんか喋ってるところを聞くと、うん、
この度数と美の度数がカニだと思うので、あ、そっか、入っちゃった。カニっぽいそのいい感じの大衆性と、でもなんか結構なんだろうな、清潔感っていうか、やっぱりある種のちゃんと努力していそうな感じというのわきまえてる感じがあるよね。そうですね。他にはいますか、鈴木さんのあたりから出してもらえますか。まあそのね、きっちりした、ストイシズムみたいなものを描くというか、特徴としては、エミール・ザトペックですかね。少しはどんな人？マラソンランナーですよ。はいはい、人間機関車と呼ばれた、不正室のランナーですよね。未だに打ち破られてない記録を立ててるんじゃないですかね、確かね。やっぱそういったスポーツなんかには、学級的な態度だけじゃなくても、やっぱりそういう方向にもね、出てくるのかなっていう気はしますね。なんかね、厳粛な気持ちっていうのがキーなのかな、学習中よりもね。本当にいつぐらいの年代に活躍した人なんですか。戦前、2000年に亡くなってるんだけれども、ロンドンオリンピック、ヘルシンキオリンピック、あ、戦前じゃない、戦後なんだな、戦後に間もなくって感じなんだね。で、5001万マラソンで3冠取ってるっていうね、金メダル。記録も破られてないの。あ、その3冠取ってる、冠取ってるっていう。タイさんはいいかな。はい、じゃあ27度いきますか。オーロラでしょ。なんか中澤慎一がさ、火星だけだけどそれっぽいじゃん、それっぽいよねって感じで終わっておりますが、一番学級的っぽいねって感じが出ちゃう。